武蔵マニア。はい、というわけで Hello everyone, my name is 武蔵。というわけで、この度 YouTube チャンネル始めさせていただくことになりました。イエーイ。はい、というわけで軽く、自己紹介させていただくんですが、武蔵です。はい、で、実はお笑い芸人です。はい、でお笑い芸人とともに、フリーのマイナーリーガーです。はい、二刀流で実は、アメリカ挑戦する予定だったんですが、コロナで挑戦できなく、で、東京に住んでたんですけど、大阪に帰ってきました。はい、でも、アメリカに、行けるようになったらビザを取って、ロスの方に住みたいと思います。はい、で、ロスでもね、この YouTube をぜひぜひ上げていきたいと思うのと、YouTube 不定期なんですけど、その何曜日の何時とかは決まってないんですけど、定期的にちょっと上げれたらと思ってます。はい、で、上げる内容としてはもういろいろあります。はい、こういう感じで、自分は野球がちょっと得意なんですけど、野球のことを上げていったり、お笑い系も一応お笑い芸人なんで、はい、お笑いのこともやっていけたらと思います。何々やってみたみたいな感じのやつ、自分にしかできないことをね、ちょっとやっていこうと思います。はい、というわけで、なんで、この YouTube をこのタイミングで始めるのかというと、先ほども言ったんですけど、アメリカに向けてやります。はい、でアメリカ行く理由としては野球とお笑い、はい、英語でちょっとお笑いの方を挑戦しつつ、野球ではメジャーリーグという世界最高峰のところでプレー、したいので、するんで、そこに向かって頑張ります。はい、で、そこに向かいつつ YouTube をもっと活用できたらなと思います。はい、で、冒頭でもお伝えした武蔵マニア、これがチャンネルのタイトルですね。武蔵マニアっていうのがチャンネルのタイトルなんですけど、皆さんね、疑問する人もいたんではないんでしょうか。なぜ武蔵マニアなのかということにつきましては、実はツイッターで4つあって、選択肢がね、4つの中で皆さんに投票してくださいって言ったんですよ、ツイッターのフォロワーさんに。自分ので、投票した結果、武蔵マニアになりました。はい、武蔵マニアに決定したので、これからはこれらのチャンネル名は武蔵マニアでいきます。はい、そして今これ一人で自分で撮ってるんですけど、もちろん一人で撮る時もあるんですけど、カメラマンとか編集マンに、ポチャマサという、はい、人が、カメラマンや、編集をしてくれる、はい、たまにまた出てくると思うんですけどね、はい、ポチャマサって言います。はい、だからそちらもぜひよろしくお願いします。というわけで、 Never give up! Goodbye!